でも逆に言えば SPI であるがゆえにチェックが甘くなるっていうことはあると思うんですよね。フランチャイズチャンネルが応援しているフランチャイズ加盟説明会はこちら。詳しくは概要欄から。はい、今回はね、一人の会、ニュース会ですけども、業務スーパーで自主回収の多さが目立つ。元記事はビジネスジャーナルさんですかね。業務スーパー、菓子に金属異物が混入、負傷者も出たと。自主回収際立つというふうな記事がビジネスジャーナルさんで出てて、今回9月の12日に消費者庁の方から格安スーパーチェーン業務スーパーが販売しているイタリアンビスケットの一部商品において金属異物が混入が認められ自主回収が行われていると。2万2500個が販売された。1年間で21件の自主回収が発生しているというから、普通のスーパー、例えば OK ストアとかそういうのと比べたら多いんでしょうね。ちゃんと比較はしてないですけど、業務スーパー今年少し流れは悪いですかね。フランチャイズチャンネルでも取り上げましたけど、北海道で加盟店社長が金持って逃げて経営破綻するっていうのがあったり、バッドニュースが続いている気がします。ただ業績的には業務スーパーさんは株式は公開してて上場で割と IR もいい会社なんで月次でちゃんと出してくる。それを見てる分には業績的に悪い感じはしないですけど、今回の市販決算で為替の関係でしくじったみたいなのがあったみたいで、少なくとも店が売れてないという感じではないと思うんですけど、この記事を読むと1年間で21件ってのは多いでしょうね。どんなのがあるんだと僕は全然知らなかったですけど、大津クランチ、これにプラスチック片が混入とか、シーズホットク、アレルゲン表示がない落花生が混入の恐れとか、鳥屋さんのチキンカツにビニール片が混入とか、マイカップでヌードル、ビーフチキンカレーに一括表示に記載がないアレルゲンが検出とか、グリーンアスパラ、基準値を超える残留農薬の検出が確認とか、紅生姜唐揚げ、一括表示に記載のない着色料が検出とか、こういうのが21件、1年間であるとなるとニュースになるのも仕方がないのかなというふうに思いますが、中にはね、業務スーパー安いんだからこういうこともあるだろうって、昔だったらそういうねのもあるんだろうけど、この頃だとそういうふうにはならなくて、いろんなこと考えてきちゃうなっていうのはありますよね。で、間違いなく言えることは、業務スーパーさんっていうのは他のスーパーに比べてなんであんなに安いのかっていうと、食の SPA と言われてるわけですよ。 SPA っていうのは正反一体体制ですね、ユニクロが有名にした。自分の工場で作って自分で売る。だから間に何も入らない、商社とか問屋とかが入らないから安くできる。これが SPA のいいところ。でも逆に言えば SPA であるがゆえにチェックが甘くなるっていうことはあると思うんですよね、この記事にも書いてあるけど。海外の工場だってそこに業務スーパーの社員が検査してるわけじゃないから、提携した工場からこうってそこの検品とか生産体制が甘くなるんじゃないかと。もし商社が介在することで商社のチェック体制、そこで管理が行われると思うんだけど、 SPA である以上全責任を業務スーパーが負うってことになるんで、そこまでのチェックはやっぱできないだろうということで、そこを突かれるっていうのはあると思うね。だから今やっぱり消費者、この記事では安さ安心安全を消費者は求めていると、安さだけでは消費者の信頼支持を得続けることはできないっていうふうにまとめてますけど、こう言われるのはしょうがないと思うね。1年間で21件ということもあって、業務スーパーの方で必ず手は打っていくと思います。ちゃんとした会社ですからね。必ずチェック体制を厳しくしていって、業績に大きく関わって業務スーパーが売れなくなっていくってことはないと思います。加盟店の破綻とか流れは悪いと思いますけど、この業態自体は強いと思うんで、やっぱどうしてもね、一気に伸びるとあのワークマンだって言われるわけですよ。この頃ワークマン女子が売れなくなってきたとか、この頃株価が良くないとか、だから一気に伸びるとね、あまりに好調っていうことの後、こういうネガティブな情報記事っていうのも出てくるのはしょうがない。今回はこの別にネガティブな情報じゃなくて事故ですからね、異物混入というのは。これは記事も出たことだし、今後業務スーパーの方もチェック体制を厳しくしていくという形になると思いますね。なんつったって全国にも1000店あるチェーンだからね、頑張ってほしいと思います。はい、FC チャンネルでは本部の学校というものを運営してます。これから FC 本部を作りたい人、今 FC 本部を伸ばしたい人ですね、たくさんの生徒と、交流してますし、いつも竹村校長から講義やったり、僕が話したり、いろんなゲスト豪華講師陣が教えてますんで、ぜひたくさんの人に参加してほしいと思います。はい、僕もかなりレベルの高い話してますんで